えー、続いてのニュースです。米中両政府はアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席によるオンライン形式の会談をアメリカ時間15日午後、中国時間16日午前に行うと発表しましたアメリカのサキ大統領報道官は12日の声明で、両首脳が米中間の競争を責任を持って管理する方法や、 利益が一致すすするるる分野で協力する方法について議論すると説明しましまた中国外務省のカシ運営報道官も13日、会談の実証を発表し、中米関係と両国が共に関心を持つ問題について意見交換するとしました。両国が両国が0日に発表した共同宣言に基づく気候変動対策の 協力も議題となる見通しです。